はい、ポケモン GO でですね、私のレベル30なんですけどもね、31に上がるためには50万 XP が必要でございます。ということで今ね、現時点499,999でございます。ということでですね、あと 1XP でですね31に上がるわけなんですけれどもね、ちょっとね、もったいぶってるわけじゃないんですけどもね、進化の方をねさせて、もしくは何かね捕まえてですね、その瞬間ですねレベルアップいたしますのでね、レベルアップをする瞬間の動画にいたしたいと思います。お待たせしました。ということでね、もう少したらですね、こちらのポケソースにですね、この辺にね、ポケモンが現れる予定なんですけどもね、なかなか、まだ58分なんですけどもね、で59分、あと1分でですねポケモンがこの辺に出てくると思うんでね、それを捕まえて、レベルアップといきたいところでございますけれどもね、こちらお待たせしたら申し訳ないのでね、今ね現状のね私の CP ポケモンのねこういう感じになってます。 CP 順に並べております。こんな感じでね、上位2000以上こんな感じになってます。レベル30ですとね、私の場合はこんな感じになってますということです。はい、ということでね、そろそろね出ないのでね、お待たせして申し訳ないのでね、進化をさせて XP を獲得して、今ちょっとね XP 売買キャンペーンやってますのでね、1000ポイント入る予定でございます。ということでポッポさんを進化させてですね、いきます。お待たせして申し訳ありません。ポッポさんを今進化させて1000ポイントゲットいたします。その瞬間ですね、レベル31になるので、31になるのでですね、もらえる道具とかですね、確認していただけたら幸いです。はい、閉じます。ドン。はい、レベルアップ31で、おー、これね、今ね、道具バーって出てたんですけど、見づらかったと思うんでね、一瞬でね。最後ね、この動画終わったらね、スクリーンショットを撮りますのでですね、お楽しみくださいませ。はい、今日はねお待たせしまして申し訳ありません。レベルアップ31到達でございます。11月28日ですのでね、7月末頃ね配信、7月21か2だったんですよね。だから8、9、10、11ということで4ヶ月で31達成ということになりました。最後までありがとうございます。失礼いたします。